やめろ、私のクッキー返せー。えへへ。マリサのクッキーは私のドローンガンダム MK4 タイプ2がもらったのだ。ガンダムなのかドローンなのかはっきりしろ。いくら世界的に無人機が流行ってるからって悪用しちゃダメだぞ。反省してます。ということで今回は航空自衛隊の無人機たち自衛隊ドローンシリーズをお送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、世界各国で配備が進んでいるのが霊夢も大好き、軍用ドローンや大型無人機だ。別に好きじゃないけどね。そして、日本の航空自衛隊でも3つの視点から様々なドローンの配備や、新しい無人機の計画されているんだぜ。そうなんだ。日本でもドローンとかがや活躍しそうなんだね。そんなわけで今回は、自衛隊ドローンシリーズと題して、航空自衛隊にスポットを当て、日本の空を守る航空自衛隊が無人装備を使って何をやろうとしているのか、装備中から未来のものまで、詳しく見ていくぜ。ついでに86アンダーテイカーも、紹介しないぞ。それはアニメチャンネルでやってもらえ。さて、最初は偵察を任務とする機体から見ていくぞ。ふむふむ。例えばこれはグローバルホークと呼ばれる無人偵察機だ。その大きさは小型の航空機ほどあり中に人が入れそうなレベルなんだが、実際はそのほとんどが電子機器や、各種センサーで埋められていて人が乗るスペースはないんだぜ。有人機並みの広いスペースがあるんだね。ああ。現在、陸海空の自衛隊の中でも最大の無人機となっているからな。すごいなぁ。乗ってみたい気がするけどこれ、無人機なのよね。この無人機はもともと、アメリカが世界中の紛争地域などを偵察監視する目的で、一から全力で開発した機体なのでその能力は凄まじく高性能だ。むしろ全力でやらなきゃアメリカという世界最強の国でいられないけどね。地上からの無線操縦によって一度離陸すれば日付をまたいで、35時間以上の連続監視が可能なんだぜ。運用高度は戦闘機でも撃墜が困難な約1万8000メートル以上という高高度となっており、空気密度の関係から、高高度では燃料消費が抑えられるのがメリットだな。燃料消費が少ないんだ？ああ。条件次第では数日間対空して偵察することも可能だからな。グローバルホークの偵察能力ただものじゃないわね。さて、偵察能力はというと光学機器によって雲の上から監視や撮影ができるんだ。ふむふむ。例えば画像の撮影なら20キロの距離があっても、約39メートル四方の物体を瞬時に判別できる解像度があると言われているんだぜ。すごすぎでしょ。なんだか警告でカンニングに流行りそうな予感。こんな大きい無人機が飛んでたらバレバレだろ。また熱源探知や索敵なら直線距離で約560キロ先まで見通す能力もあると言われていて。これは地図上で単純に表すとなんと配備されている青森県三沢基地から離陸した時点で、霊夢の住んでいる東京付近まで熱源探知ができるということになるんだぜ。すごすぎる、すごいわグローバルホーク。しかも、離陸から任務を達成して帰還する目安となるいわゆる作戦行動半径もすごいんだぞ。なんと3000キロもありこれも三沢基地から直線距離で見ると、日本列島を越え台湾を越えフィリピンまで届く勢いだぜ。どうなってんだよ。グローバルホークは人かよ。ちなみに2001年には米空軍のグローバルホークが、無人機による初の太平洋無着陸横断飛行としてギネス認定を受けているんだな。ギネス？あのいろんな人たちがヘンテコリンなことして賞をもらうギネスよね。偏見ありすぎだろ。この時の飛行距離はなんと13,840キロだったんだぜ。同じ距離を三沢基地からやろうとすると東は南米大陸、西はアフリカ大陸、南は南極大陸とものすごい距離になるんだな。ものすごいわね。資格なしといった感じだわ。まあ、最近では飛行のために内部の電子機器を変更した可能性はあるので、実際の作戦時にここまで飛べるかは謎だがな。それでもまだまだ隠れたキャパシティを持っているのが伺い知れるわね。肝心の日本でどんな任務に当たっているかも知りたいんだけど、もともとは北朝鮮のミサイル監視などミサイル防衛に伴う偵察を想定していたんだが、他にも上空の警戒監視や尖閣諸島など島嶼防衛に伴う監視任務にも役立てているんだぜ。そして、航空自衛隊に配備が始まったのは2022年と最近の話だが、実はその11年前グローバルホークが日本で大きく注目される出来事があったんだな。注目される出来事？なんだろ？それが東日本大震災でのグローバルホークの活躍だ。当時、震災による福島原発事故の次原子炉上空でもパイロットが被爆するような、高い放射線量が出ていたから飛行するのは危険な状態だったんだぜ。だがな、無人機には無縁の話だったわけだ。なるほど。
無人機の本領発揮か。ああ。米空軍がグアムから飛ばしたグローバルホークは震災翌日には現地に到着し、壁を透過して内部の温度変化の撮影や空中の放射線量の測定などを行ったんだぜ。おまけに有人機よりも高い観測能力や操縦者の安全性も評価され、これを機に現場や国会では災害用に無人機を導入すべきという声が高まったんだな。すごいわね。無人機様々だわ。それにな、航空自衛隊のグローバルホークも災害時の利用を想定していて、偵察の他に気象観測や災害時の被害調査などもできるぞ。さらにブロック30i というタイプになっているんだぜ。おう?2023年6月末には導入予定の全3機が三沢基地に揃い、これで3機交代による365日の連続監視ができるようになったんだぜ。これからは広域偵察やミサイル監視能力の向上が期待されているんだ。もう基地にドローンはなくてはならないものなんだわ。確かに基地のドローンは重要でどういうことかというと、実は航空自衛隊独特の事情から、他所で使うよりも基地内で使うことを想定した機体が多いんだな。どういうことだってばよ。一体どんな事情から生まれた機体なのかそれぞれ見ていくぜ。航空自衛隊といえば空を守る、いわば防空のイメージが強いと思うが、実はそれと同じくらい重要視されているのが基地の警備だ。戦闘機や輸送機の拠点になっている以上、基地の機能自体が日本の制空権や補給線に直結しているんだな。不審者への警戒やゲリラ戦への対処など基地の警備能力は非常に重要というわけだぜ。基地の防衛もドローンの役目なんだね。また基地警備用備品プロドローンというものがあるんだ。これは日本企業プロドローン社が開発した国産ドローンだが、型番はあるものの調達時はそのまま基地警備用備品という名称だったんだぜ。うんうん。実際に警備中の姿などは公開されていないが、各基地のイベントではブルーインパルスカラーや簡単なスペックも公開されていたんだぜ。それによれば全幅は約 1.5 メートル、プロペラ一つの直径は約40センチと、それなりの大きさがあるため建物内など狭い場所の警備というよりは屋外など広い場所の運用を想定しているようなんだ。基地内をドローンで飛び回るとか近未来すぎでしょ。ほんとだな。他にも搭載できる重量は最大 4kg となっているため、専門的なカメラなどの搭載や物資の輸送能力もあるようなんだぜ。調達を始めたのは2018年からだが、実はこの1年前形状が極めて近いドローンがメーカーから発表されていたんだな。どんな感じなの？それぞれ公開している性能を見比べても似ている部分が多いため、おもとに空自仕様が作られたものと推察できるぜ。こちらのドローンは、トンネル内など GPS が利用できない環境下でも、あらかじめプログラムしたルートの完全自律飛行できるのが特徴だぜ。なんか知らんが近未来すぎるんだよな。オールドファンの私はもうついていけないわ。ちゃんとついてきてくれよ。また独自のオートパイロットシステムにより、突発的な障害物も自動回避が可能とされているんだな。やっぱり日本のドローンは世界一なのね。これがな、GPS に頼らずプログラムされたルートを飛行できるというのは、海外の偵察用ドローンでは、ほとんどの機体が標準装備している機能なんだぜ。なんだ日本だけじゃなかったのね。また災害派遣というと陸上自衛隊のイメージが強いと思うが、こうした航空自衛隊の災害派遣も少なくないので、今後もマルチに対応できる万能ドローンとして活躍の場は増えていくと思われるぜ。なるほどね。他にも無人機ってあるの？犬のようなロボットもいるな。これはビジョン60という軍用の4足歩行自立型ロボットで、実はこちらはまだ正式配備されたものではなく試験運用の計画が判明した状態なんだぜ。犬型とか可愛すぎる。これは2023年3月に千葉で開催された日本唯一の国際的な装備品見本市 DSEI2023 の会場で、イギリスの軍事専門誌ジェーンズが行った取材で明らかになったものなんだ。ジーンズによればビジョン60の開発企業であるアメリカのゴーストロボティクス社が、2024年に航空自衛隊と陸上自衛隊にそれぞれ3機ずつ合計6機を納入予定であることを明かしているらしいぜ。なんか広角機動隊みたいなワンチャンね。しかもな、それぞれの自衛隊で周辺警備や情報収集偵察活動などに使用される予定とのことだ。それじゃこのロボット犬はもともと偵察や情報収集を目的に開発されたものなの？その通りで遠隔操縦のほか AI を使った自律制御による単独での活動も可能だぜ。顔面の高性能カメラにより暗い建物内部や夜間の偵察でも鮮明な映像をリアルタイムで手に入れられるんだ。すげえ。秒速約3メートルで進むことができ、雨の中でもあらゆる地形で活動が可能だぜ。稼働時間も3時間もあるため1回で最大10キロの偵察も可能だし、兵士による輸送も15分あれば組み立てや分解が可能になっているんだな。
陸自と空自では3機ずつの合計6機を納入予定ということなので数的に試験運用レベルだが、すでに他国では試験運用を始めている国もあり、アメリカの国土安全保障省では国境パトロール、イギリス陸軍ではパラシュート降下や地上部隊の支援活動、オーストラリア陸軍では地上部隊の支援だけでなく脳波だけでコントロールする実験にも成功しているんだぜ。日本が遅れを取っているっていうの？ああ。そしてアメリカ空軍ではすでに試験運用も終え現在は10カ所以上の空軍基地の警備に活用されているんだ。そんな米空軍にはコードネームで K9 と呼ばれる警備犬がすでに基地警備に活用されているんだが、これからも全ての K9 をビジョン60に置き換えるつもりはないようであくまで警備任務に投入する数を増強するためだとしているぜ。やっぱりワンちゃんは可愛いし、これからは任務で傷つくのはロボット犬だけでいいわね。三つ目は、基地が攻撃された後に活躍するというちょっと変わったドローンだな。万が一、敵のミサイルなどが滑走路に着弾した場合戦闘機が発進できなくなるので日本の制空権が失われる可能性があるだろ？そうよね。そんな時のために基地では滑走路や施設をいち早く修復する航空施設隊という部隊が存在するんだが、そこで使われているのが被害調査用ドローンという名で調達されている無人機だ。なんそれ？土木現場でも用いられているような測量能力を持った測量ドローンで、防衛省が編集協力している月刊広報誌 MAMOR によれば、例えば攻撃を受けた陥没地点を、今まで隊員が1箇所ごとに測量していたものがドローンによるレーザー測量機能で、広範囲でも迅速に測量できるようになったというぜ。なるほどね。また攻撃を受けた直後の被害調査の段階でも今までは不発弾や毒ガスなどの危険がある中、隊員が遠くから双眼鏡で確認したり現場へ近づきながら確認していたものがドローンを使うことで、迅速かつ安全に調査が行えるわけだぜ。作業工程の短縮や隊員の安全性が向上したのね。さらにな、ここで重要なのはドローンの活躍で従来よりも滑走路などの早期修復が見込めるという点だ。え？どういうこと？基地機能のいち早い回復は制空権や補給線のいち早い回復にもつながるので、まさに影の盾役者のようなドローンなんだぜ。ドローンといってもいろんな種類があるんだね。さて、もし無人機でスクランブル対応ができれば C 国への対処にも有効なんだ。ふむふむ。現在は有人機などでスクランブル発進をして C 国の違法漁船や航空機を牽制しているんだが、非効率的でパイロットなどへの負担も大きいんだぜ。でも無人機特有の長時間に及ぶ連続監視なら、それが軽減されるのね。ああ、トルコのメーカーによると無人機への対空ミサイルの搭載試験も始めているらしく、将来的に対空能力が備わる可能性は高そうだぜ。トルコってことはバイラクタル T にね。その通りだ。ただ、搭載試験完了まで時間がかかることと自衛隊がトルコ製の航空機を採用したこともないので、運用試験をしても正式採用の可能性はかなり低く見えるがな。一方、米国製 MQ-9 リーパーは対空ミサイルを搭載できる無人機であり、さらには、大西国関係の監視強化として鹿児島県の海上自衛隊鹿屋航空基地に、すでに米空軍が展開させているんだぜ。なんだ、それでいいじゃないの。だがな、これは1年の期間限定配備なので2023年11月20日に終了する予定なんだ。日本からすると、それ以降で配備できる同レベルの無人攻撃機が存在しないことや、リーパーの偵察型であるシーガーディアンを海保と海自で運用している実績もあることから MQ-9 リーパーを採用する可能性は高そうだな。わよはよ、日本の防衛を強化しないと。あとな、他の将来的な話で言えば日本、イギリス、イタリアの3カ国共同で進んでいる。F2 戦闘機の後継である第6世代戦闘機も無人機と連携する前提で開発が進んでいるんだ。複数の無人機や大型警戒機とネットワークで繋がることでコンピューターがパイロットに的確な情報を与え航空戦闘を有利にできるんだぜ。おお。また無人機に攻撃能力を持たせる計画や AI による戦闘機自体の無人化も計画されていて、運用開始は2035年となっており日本だけでなく世界からも注目度が高い一大プロジェクトでもあるんだ。これはすごいことだわ。絶対に成功させないと。これからも無人機から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。